やるぞ。私を必要とされる限り。なんか多いな。多いな。これが塩化の宮じゃろ。塩化の宮だったっけあれ。塩化の宮じゃろ。これ今日のイベントか。で、これは、リーウェイで発生してるやつか。なんか多いな。あ、で、これマジンリムか。珍しいな。まあ、とりあえず。いつまでもそばでお使いいたします。とりあえずデイリーから行こう。あ、ちょいちょいちょい。戦う系からがいいな。戦う系かな。マリラさんこんばんは。いや、眠てぇの。明日はこれイベントかな。明日は7日。あれ、ポイントゲッターじゃないよな。まだ明日のイベント出てるっけ。ちょっと待ってよ。あ、猫集会だ。8日だね。明日は猫集会か。あれ、これどこだ。もうちょい向こうだな。8日です。ラコン入っておきます。こんばんは。ありがとう。あ、今日なんかイベント、原神のイベントなんかあったな。ティマイオスのやつやな。セーフも出すことにしたんよね。ノエルさんと雷主人公モナさんもかな。セーフだな。4人中3人がセーフにして、で元素爆発ためやすくしとる。めっちゃたまるでも実際。戦場のお掃除の時間です。
2個いったんかな。これはこっからかな。明日土曜か。いやーもうなんか仕事がうまくいってないな今。どうなるんじゃろう。ここに来て。どう動いていこうかな。思ったようにはいかんもんじゃな。なかなかな。こっちか。追いつけない。あの上にたどり着けるか。相手を間違えたな。これが運命です。くらいよ。原神アップロードが追いつかんのんじゃけど全く。なんか昨日も今日も結構アップしたのに全く追いつかん。眠たい眠たい。全く追いつかん。あとはリーウェイだっけ。いや、んでなんか、ショート動画をちょっと試しにアップしてみたんよな。なんかちょうどこの前、内海行った時に、すげえ風強くて、もう本当にバイクで吹き飛ばす、ほんまに吹き飛ばされると思った。くらいの風の強い日があって、でその橋のところだけものすごい強風が吹いとって、でその橋の下の方に行くことがあったから、そこもマジで吹き飛ばされるか思うくらいの風の強さじゃって、なんかちょっと高いところから吹き下ろしてたんだよね風が、なんか山っぽい方から。でなんか上から下に向かって風が吹き下ろしてる感じだったから、海面の様子がなんかすごいことになっとったよ。でそれ取っとったから、あこれでええわと思って、とりあえずテスト的にちょっと何の内容もないような動画だけど、一応ショート動画アップして様子見てる今。怪盗マグロさんいらっしゃい。あれうわこれなんか変化がある。鬼なんか仲良しの盗賊ごっこしてた子供たちが。なんて読むんだろう。ウグイスかな。成長の悩み。こんなんあるんだ。
じゃあそこ上がった方が早そうだな。なんか体力がないか。うぐい、あ、この生めかしい人か。おう、え、レシピ習得した？もう覚えてんのかな。イベント用かな。え、でもめっちゃ作れるの。ミントを材料にしておいて、いっぱい作っとこうか。20個作っとこう。え、最大数 1? なんだよなんだよ、もう完全にイベント用なんだろ。予備は持てない仕様になってます。こっちだったっけ。なんかゲームのやつ、なんか気軽にショート動画できればいいんだけどな。縦長じゃないといけ、あ、縦長フォーマット自体が縦長じゃないと多分ダメなんよな、あれ。縦長、強引に横長のやつを縦長に見せることはできるだろうけど、フォーマット的に多分縦長じゃないとショート動画として認識してもらえんよね、きっと。わあ、え、帰ってきてるやん。これでデイリーは完了。助けが必要な方がいるはずです。星と深夜、無事今日の依頼。星と深夜、新キャラとりあえず当たってほしいな。お、星ちゃん来た。運金来い。はい、来た。
はい、来ました。とりあえず1個目。あれ、運金はあれかな、突破したら強く、どんな感じになるんだろう。クールタイム、通常攻撃ダメージプラス15、結晶反応で防御力がプラス20、通常攻撃の攻撃速度プラス12。おめでとうございます、ありがとう。星4だからな、まあ当たるわな。五郎さんがあんだけ当たらんかったのがおかしかったよ。まあ、なんかそんなに欲しいと思ってないのはやっぱサクッと出るな。どうなの、まあ、とりあえずまだ育てる余裕がないかな。あーでもどうなんだろう、育てた方がいいんかな。今レベル20だけ突破させて、これが欲しいけど。足りんよな。20までいかんのならええか。じゃあどうしよっかな。まあ、新キャラが増えるのはいいことだね。139、濃縮3個作れる。どうしよっかな。今日金曜日なんで、土日が、土日があるから、いいよもう濃縮に しよう。の124,000か、濃縮にして、360、半分20回依頼するか。20回って20個でいいのかな。これでいけたね。はい、気候レベル4。あ、ちょうど経験値ボンだ。で次樹脂か、熱いな。1000ポイントサクッといかんかな。秘境1350。あ、じゃあこれ行ってしまった方がいいんか。濃縮樹脂、3個っていうことは90だろ。
で、120だから。あ、いや、でもダメだ。違うわ。使ってしまったんだ。気づくのが遅かった。ああ、前は、明日行けばいいか。まあ、ええや。あ、やっちまったな。まあ、ええか。ルリユリがいるんだ。要は務まるに詳しく、楽しむに勤むという言葉があります。元素チャージ、あ、上がってないな、チャージ効率。さあ、さあ、後で、さあ、後で。金曜日だから、牛さんを、牛さんをレベル8にしてしまいたいかな。今何個あるんだ。今1持ってて、濃縮が4。助けが必要な方がいるはずです。濃縮4か。風かよな。風か。風か。4個もうだから足りてないから、20万、1回行ったとしても12万もだから、21万もだか、足りんのだな。とりあえずじゃあここ2回行って様子見るか。2回し足りんかな、さすがに。4個足りんから、2回し足りんよな、多分な。あ、とりあえず確保しとけばいいかな。割とこのパーティーが馴染んでるから、五郎さん結構強くしてから入れるか、入れる、どう入れるか検討しよう。いや、アルベドおったらほんまええのにな。アルベド羨ましいんやな。行幸さんの攻撃もうちょっとダメージ出せるようになって、さらに五郎で強化して、で行幸さんと荒滝さんで攻撃しまくれる体制が整えば、
結構いいかもしれない。大勢でかかってきても任せてください。運命には逆らえません。危な。2階行って様子見よう。ガチャ切り替わるのいつからだっけな。ガチャ切り替わるのが、このまま神格さん出ずに、庄司先生が出るでいいような気はしてる。あ、ただすり抜けたらマジでもう何も当たらないってことにはなるけど、何も当たらなくはないのか。7はでも普通に欲しいから、今7が当たるんならすり抜けてもまあええけど、庄司先生がまあできれば欲しいな。できればな。勝利先生のガチャがいつからだったか調べてきます。ああ、あれ見たらわかるわ。ガチャの期限をいつだっけな、25かな。
なんか25から何かがあった気がするんやな、1月。ちょっとどうせ出るから。あ、25から19時パターンだな。新格は、まあ、当たらなくてもいいかなと思ってる、正直。でも分かんないよな、荒滝さんも別に俺すげえ欲しかったわけじゃないけど、引いてよかったなと思ってるからな、ほんと引いてみんと分からん、実際問題。特に俺の場合上里さんも持ってるから、ワンチャン引いてよかったって思える可能性が結構あるんだよな。じゃあ、まあ、流れに身を任せようとは思っとるんだけど、貯めたりとかせずに、もうどうせ我慢できないし選択肢はないな。でも勝利先生が一番欲しい、今のところ一番欲しいっていうのは、そう、それはそう。でも何しようとしたんだっけ。ああ、あれだ。風が。1、2、3。だから5。合計5。6個いるんだっけ。6個いるからもう1回いかにいけんのか。私は勝利先生まで貯めます。うん、いやもうそれが賢明だと思う。うん、絶対それがいい、絶対それがいいし、それができる人だもんな。俺はなんかやっぱ我慢できんのよな。手元に原石があったらもううずうずしてしまって回しちゃうよね。まあしかも運金はあれだしな、交換でイベント参加できれば交換で選ぶことができるから、今回ガチャでわざわざ引かなくてもいいからな、とりあえず手に入れるだけだったら。はあ、同時に行けた。
とりあえずこれで牛分は確保したけど、あれがないな、モラがないな。いや、ん ?20 があるから18万モラは手に入るのか。でも20が確かあるな。ちょうど届くか。18万だったら28万。あ、行くな。え、じゃあ行っちゃうか。一旦合成して、でも梅桃さん勝利先生引いたらイワパが完成するな。高いレベルで何気にアルベル1突やしな。でノエルさん完突やしな。でそこに勝利先生来てゴロウも1突なんよな。イワパが完成やん。完全にもう言うことないやん。岩場がすごいことになる。で風かよな。そうですが、うまく使えないので宝の持ち腐れになりそうです。いや、まあでも勝利先生はシールドだけで価値あるし、アルベドさんは元素スキル打っとけばいいだけじゃん。何も難しいことなくない？なんか難しい要素はないような気がするな。どれもなんか使うときになんかタイミングがシビアとかそういうこともないと思うし、五郎さん、まあでも五郎さんも置くだけだしな。ただまあ育成で素材がまあ当然ね、一からも育てようと思うとめっちゃ必要にはなるけど、育ってしまえば多分強ってなると思う。でしかも今あの運金って仲間をバフする能力なんだけど、あの勝利先生があの通常攻撃がなんか最後の5段目がなんかバババッと入る攻撃なんよ。でその全てにバフが乗るからなんかすげえダメージが出るっていうので結構注目されてる。運金と勝利先生の組み合わせが、運金もやろうと思えば手に入るやん。まあでもあれやこれや手に入ってもどれ育てようってはなるよな。まあ、勝利先生は間違いないわな。言うてそれはあるよな。ピコタルモノさんごきげんよう。頑張ってください。ありがとう。そうなんや。まあそれは、まあ、どれを育てるか、まあ、育てたいやつ決めて。勝利先生どうせ好きなんだもんね。でそこで育てるのはもう確定か。あ、プライムか。え、プライムのか、これ。やばい。やばい、これ。こいつらまとめたか。どうしようかな。これは、一匹ずつ行った方がいいな。
フライムも、フライム別件だよな、これ。そうなんです、カルベドでかなり失敗してますね。うまく元素貯められずに銃撃連チャンで無敵のノエルのはずだったんですけどね。銃撃出せたらノエルは無敵ですけど、下手すぎて悲しい。そう、操作的にってこと。ノエルさん、今俺あのセーフ体験使ってるけどさ、めっちゃ溜まるよ。セーフ体験使ってる。原則うまくたまらん。22万、何倍いるんだっけ。26だっけ。26万か。元素貯めるのに、綺麗にしませんと。運命に。とどろけ。お前の出番だぜ。鬼の狂気乱舞。どりゃ。あれ？あ、これこれ。死の風格に気をつけます。あと生物で元素チャージ積むという手もあるよ。元素爆発を優先的に打ちまくりたいなら。敵の数とかにもよるみたいで、雑魚だとすぐに元素がたまります。ああそうね。ナキさんがアルベド持ってたらすごい効率よく貯めるんだろうなと見てます。俺今元素を貯める時に元素爆発重視で考えるなら、まあ、稲妻来たら稲妻主人公、今俺が使っとるみたいに使えば、稲妻、あ違う違う、雷主人公で敵に元素スキルバンって当てたら、マガタマみたいなの落とすんよ。でそのマガタマを他のキャラクターに拾わせたら、そいつのあのゲージが、元素爆発のあのゲージが溜まるんよ。だからピンポイントで貯めることができるんよ。でそれで今めちゃめちゃ新たキット元素爆発撃っとるじゃん。新たキットも70だったかな、確か70だから、そんなに溜まりやすいっていうわけではないんだけど、割とガンガン回せてるのはそのおかげ。あとやっぱセーフシリーズ持たすのはいいな。今ノエルさんセーフ体験で、これモナさんセーフの視点で、しかも主人公セーフ権持たせとんよ。でこれ元素エネルギーを6回復、あ、回心攻撃をしたとき、確率で、元素粒子を生成すると。で、これ何がいいかって、本人も回復するけど、パーティーにいるやつも、3分の1くらいだったかな、回復するから、みんなで粒子出してたら、みんなが回るようになるんよ。でじゃけ、もちろん本人が一番受け取れるけど、攻撃して出したやつが、そう仲間の方にも回るから、結果的に全体的に元素爆発が
溜まりやすくなると、その辺また見直しですね。うん、で、あと、まあ、生物も、まあ、ノエルさん基本回復したいから、まあ、防御では行きたいかなと思うけど、どっか一箇所メインを元素チャージ積むという手もあるよ。攻撃力とかその火力が犠牲にはなるけど、うん、まあでもそもそも回数回してね、結果的にダメージ上げるという手もあると思うから、1回あたりの攻撃力が下がったとしても元素爆発を打てる回数自体が上がれば総合的に火力もね上がるかそんなに変わらないかってなるかもしれないし、ちゃんと計算してないから分かんないけど、ただやっぱガンガン回る方が気持ちいいよね、やっててね。で、まあ、アルペド入れてるならあれだけど、そうだね、同じ元素のキャラクターが生成した粒子の方が吸収するから、控えにいた時もそうだけど、その辺かな。元素チャージ効率の生物積むとだいぶ改善はするかなとは思う。そうですね、武器もちゃんと持たせて育てないといけないです。あと少しずつでも星5の生物を集めないとです。いや、ほんま言ってくれたら全然手伝うから。星5の生物、元素爆発での火力は半端ないです。そこのバランスはあるよね。そう、人活もまだ行ってねえや。今日は今出てるとこは全部いけるようにはしとるん？解放はしとる？それ解放して、で、稲妻の方についてはどのタイミングで出るんかわかんないけど、今俺が荒滝さん用に手に入れていってるカカン無性形骸器っていう、生物も、ノエルさんにとっても使えるやつなんよ。でそれもしくはノエルさんだったら今俺がつけてる坂飛びとかあの辺はいいかもしれないね。あ、で稲妻に来れば元素チャージが2セット効果で漏れる絶縁の旗印っていう生物もあるんよ。あ、しかもそれ4セット効果で元素爆発がパワーアップするやつだったと思う。元素チャージ効率の 75% を限度にみたいな感じだったような気がする。雪山だけ行けてない。あ、雪山はあれか、フィナントかだフィナントかの頂上みたいなやつだ。まあ、そこは確か氷系と水系だったかな、氷系と水系かなんかの生物だから、まあ直接関係なくもなくはないだろうけど、まあっていうくらいだね。そうですね、ここからはやっぱり稲妻なんでしょうかね。新しい秘境に行けるのがでかいな。何がでかい言うて、どこまで行けばどの秘境が出るか全く覚えてないんだけど、秘境はでかいよね。生物育ったらだいぶまた違うからな。
点についてルリルリ。人活坊でパイも配置できました。可愛らしかったパイもいいね。パイモン、親密度どうなるんだろう。親密とは関係ないのかな。ないよな、パイモンに親密度は。パイモンは別枠でしたね。別枠か。これちょっと鉱石より先にイベントとか行っちゃうか。絶対終わんないもんな。とりあえず今日やんないといけないとこはやったよね。ああ、これ。疲れましたか？はい。ここで少し休みましょう。今じゃあとりあえず888まで来た。お砂糖はどうしますか？これはもうなかなか神里さんと同じくらい育ってきたかな。この突破レベルのとこ突破がまだ80からできてないから。これ集めてしまえばだいぶ落ち着くかな。そっからはえぐい材料の量が必要になるかな。あ、ちょっと待って、リーゆえのあれまでいけないのかな。任せてください。エリアが他のエリアに占領されている。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。マルチプレイじゃないの。あ、ここはここもマルチプレイ扱いになるってことか。で一旦戻って、なんかやっぱこの前アップしたやつが今地味に再生されていきおるわ。この前で昨日か一昨日か。やっぱあんまりなんか何でも再生されるわけじゃないな、やっぱ一部だな。チリのごとし、これを先にやらんといけんのな。まあこれここ行こうか。岩キャラばかりなのでいつも無双の岩キャラばかり言ってます。全然足りませんから確かにね、全然足りんよな、岩ばっかりだったらな